ちらのマイクを使ってやっていきたいと思います。でなぜかと言いますと、2018年の3月26日かな、昨日ですね、昨日僕の達也ズルーム ASMR チャンネルのチャンネル登録者数が2000人を、突破したということでですね、ありがとうございますの動画になります。そうなので、ちょっと、初心に帰ろうということで、この一番最初に使ってたマイク、マイクというか IC レコーダーなんですけど、今日はこれで、撮ってみたいなと思います。ということでですね、2016年かなのちょうど2年ぐらい前、2016年の冬ぐらいから春ぐらいか、冬春ぐらい、ちょうど今ぐらいの時期かなから、動画をちょこちょこ上げ始め、2年でですね2000人突破ということで、まあ超スローペースではありましたが、本当に皆様のおかげでちょっとずつ増えてまいりまして、ありがとうございます。本当に嬉しいです。いろんな人にやっぱり見ていただくのは、こう頑張って撮ったりするとね、やっぱ嬉しいもので、嬉しいものなんです嬉しいものなんです。で本当に出会えて、皆さんと出会えて、よかったなと思いますし、これからもですね、変わらずあんな感じの動画をね、出していきたいなと思いますので、これからもよろしくお願いします。そしてこれから出会う方たちもですね、よろしくお願いします。はい、という感じでですね、本当に今日はまあありがとうございますのお話なんですけれども、また違う動画でもお話しするかもしれないんですが、まあ2000人ということで、2000人だからっていうわけでもないんですけど、突然ですが、僕とですね、ささやき声対談をしていただける方を、募集したいなと思っておりまして、というのも僕がね、タツコの部屋とかでこう二人でこう対談みたいなのをやったりしてるじゃないですか。まあ一人でなんですけど、知ってるね、みんな知ってるよね、一人でこうね対談みたいな感じでね、囁いて話してるんですけれども、本当は誰かと話したいんですが、まあ、いかんせんね、友達の少ない達也さんですし、なかなかね相手が見つからずっていう感じなので、そう、知っている方は知っていると思うんですけれども、僕が働いているスタジオがあって、で そちらの方で、まああれですね、タツコの部屋を撮ってるあの部屋なんですけど、そちらの方でですね、どなたか対談をしませんかという、まあすごく唐突であれなんですけれども、まあ条件としましては、まず第一に大阪に来れる方で、できれば顔出し OK な方がいいですが、まあ顔出しはね、皆さんなかなか、特に女の人とかだと、あまり僕もおすすめはしないので、全然顔出し NG でももちろん構いません。
がまあ顔出し OK だとよりまあ映像的にはいいかなということで、できればということで、募集したいなと思います。で、あれですね、どうしようかな、メール、それ専用のメールアドレスを説明欄に貼っておきたいと思います。連絡いただければと思います。で、まあ、それで全くちょっと全く知らない方だとさすがに何て言うんですか、僕も何話そうっていうのもありますので、募集のまあ2つ目の条件っていうか、まあ絶対じゃないんですけど、できればまあ動画をアップされてたりとか、何かしらちょっとこう、対談してくれる方の人となりといいますか、なんとなく分かるような何かこうプロフィール的なものになるような動画だったり、まあ、分かればいいんですけど、動画じゃなくてもっていうものも一緒にURL 貼っつけてくれたりなんかしてくれるといいなと思います。で、まあ本当そんな まず大阪に来れないといけないんで、なかなかいらっしゃらないとは思うんですけれども、一応募集させていただいて、まあ いらっしゃれば僕と一緒になんか対談しませんかという感じで、募集します。はい、はい、ということでね、まあちょっとそのまあ一旦メールしていただければちょっとやり取りしてね、日にちとかもあると思いますんで、まあ、一旦メールください。はい、全然本当に意気込みがあれば、そんなやったことなくてもいいですし、顔出しもしなくてもいいですし、チャレンジしたいというなんかそれがあれば、僕はもうそれだけでも構いませんので、はい、お願いします。ずっとねそれを やりたくて、前から一、まあ、回だけ僕の後輩バンドのね、螺旋階段というバンドの、ボーカルのヒカルという彼とね、ヒカルという彼って何、ヒカルっていうねボーカルのこと対談しましたけれども、まああんな感じとかになるかなと思います。はい、よろしくお願いします。ということで、今回はチャンネル登録者様2000人突破ありがとうございますという動画でした。これからもよろしくお願いします。ではでは、皆さんゆっくりおやすみください。達也でした。おやすみなさーい。